国際空港からインドネシアバリ島に直行便でおよそ7時間、さらに飛行機で1時間半ほどのフローレス島ラブアンバジョから旅が始まります。今最も注目する港町で、インドネシア政府おすすめの場所です。さあ到着しました、インドネシアのフローレス島です。今は乾季ということもあって青空が広がっています。暑いんですけどカラッとしていて心地がいいです。いい気候ですね。ここでちょっとお勉強。インドネシアは島国のイメージがありますが、総面積は日本の5倍、人口はおよそ2億5500万人です。では突然ですがここで問題。インドネシアの島の数はいくつでしょうか。さて皆さんいくつだと思いますか。正解は1万7000島。この数には驚きました。250もの数多くの民族が独自の文化を継承しています。日本との時差は最大で2時間です。親日国で今のインドネシアの大統領は日本を最初の外遊先として選んだんですよ。さて今日泊まるのは皆さんがイメージするリゾートホテルではなく船なんです。ということで港に到着しました。今日よろしくお願いします。はい、船ということですけどどれですか。はい、はい、これです。え、どれ？え、この手前の？まさかの展開。移動用のボートに乗り込みました。こちらはインドネシア領事館のテディ・アンザさん、通称テディさん。さあ見えてきましたよ。今日泊まるのは。インドネシアで作られている木造船フィニシ船、全長27メートルで7つの帆があります。ダイニングルームに個室が10部屋あるんです。さあデッキはどうなってるんでしょうか。おー素敵な景色、大海原ですよ。すごい、また風が気持ちいいですね。座るところもある、くつろげますね。こんな船旅いかがでしょうか。お約束のポーズも一応。そして今日泊まる部屋がこちらです。お、木のぬくもりを感じつつもインドネシアのエキゾチックな感じもしますね。かわいい。この船で私呼んだ念願だったあの島へ、ある動物に会いに行きます。インドネシアの有名な動物といえば、正解はこちらです。コモドドラゴン発見しました。見てください、この堂々たる姿。目の前かっこいい。ということでおよそ1時間半の船旅を経て到着したのはバリ島から東へおよそ500キロに位置するコモド島。ユネスコの世界遺産としても有名で、野生の世界最大のトカゲコモドドラゴンを間近に観察できます。安全のため専門知識を持ったレンジャーが同行してくれます。島全体がコモド国立公園の一部です。生きる恐竜とも言われているんですよ。猛毒も持っているし噛まれると危ないんです。でもかっこいい。大きなもので体長は3メートルもあるんです。等身大のコモド抱き枕があれば私買っていたかもしれません。そしてこの後貴重な場面に出くわしました。コモドドラゴンまた発見しました。あちらでなんか何でしょう、何か大変な感じになってます。これどういうことなんですかね。実はコモドドラゴンの交尾が始まる時だったんです。
関係者もこの様子が見られるのは珍しいと話していました。野生の姿のまま見られるのがインドネシアの凄さなんですね。しっかり撮影できました。コモド島には現在1日に多い時で1000人の観光客が訪れます。インドネシア政府はコモドドラゴンを保護する目的でコモド島の入場制限などを検討しています。今月中に詳細が発表される予定ですが、2020年から1日200人ほどしか入れなくなる可能性があるということです。行くなら今です。さて船に戻るとちょうど夕日が沈みかけ、デッキで眺めながらゆったりとした時間を過ごしました。そしてお待ちかねの夕食タイム。バイキング形式でロブスターも登場し、地元の魚介類をいただきました。美味しかったです。船で一夜を過ごすと翌朝は早朝から活動開始。上陸したのはパガー島。日の出を見るため山を登ります。階段や岩場を登ることおよそ30分。まだ一山二山越えないといけません。でも見たこともない景色見たいです。見に行きましょう。午前7時過ぎ、日が昇り始めました。体力には自信がありませんでしたが、どうにか登れましたよ。そして美しい景色が目の前に。朝日に照らされた島々が姿を現します。そしてこちらも絶景スポットです。見てください、この山の形。そして3つのビーチを同時に見ることができるんです。この3つのビーチそれぞれ色が違うんです。黒色、ピンク、そして白、サンゴと、あと周りの岩やいろんな生態系によってそれぞれの湾でビーチ3つとも色が違うということなんです。一度に見られるってすごいですよね。この中で一番気になっていたピンクビーチへ向かいます。見てください、砂浜よっ、ほら白と赤の砂、これがサンゴなんだそうです。赤とその白が混ざってピンク、名前がピンクビーチになってるんですって。確かに見えますね。ビーチに打ち上げられているのはサンゴのかけら。そして楽しみにしていたのがシュノーケリングです。いろんな魚がいてサンゴも綺麗でした。船に泊まりながら島巡りをするシーサファリクルーズ。シーズンによって値段や内容が変わります。日本語のホームページもありますよ。さあ今夜宿泊するアヤナコモドリゾートに到着しました。エントランスも立派なんですが、こちら見てください、素晴らしいオーシャンビューです。この景色に迎えられるって最高ですね。綺麗、ハネムーンできたかったです。去年9月にフローレス島にできたばかりのリゾートホテル、アヤナコモドリゾート。スタンダードからデラックス、スイートルームまで合わせて205部屋あり、すべてがオーシャンビューなんです。プールは3つあり、最高の景色を楽しめます。こちらがスイートルームです。お、目の前はやっぱりオーシャンビューです。部屋もベッドも広いですね。見てください、コモドドラゴンがお出迎えしてくれます。名前も書いてありますね。内装、景色、とにかくゴージャスなリゾート気分が味わえる
大人気のリゾートホテルです。この日の夜は地元のレストランに案内してもらいました。ここで問題。さあ、インドネシアの定番料理が出てきました。これは何でしょう？皆さん分かりますよね？そう、ナシゴレンです。ちなみに梨はご飯、ゴレンは炒める、揚げる、ご飯炒めということですね。うん、美味しいです。ご飯の味付けが日本で食べたことのあるナシゴレンとはちょっと違って、スパイスが効いています。そんな強い癖もなくて、うん、味もしっかりついてるし。次はイカンクアアサム、魚スープ、酸っぱい魚のスープです。一番最初に辛みがガッときて、その後酸味が広がって、最後に旨味がきます。魚介の出汁かな。美味しい。スパイシーだったり酸味だったり甘みだったり、本当にいろんな味がして刺激的でした。ゆうどき旅行者特別編、インドネシアの旅。バリ島に戻ってきたこの日、かわいいクラシックカーに乗ってインスタ映えスポットに向かいます。景色を楽しみながら乗ること1時間ほど。バリ島で今大人気のインスタ映えスポット、バリスイングに来ています。今からそのために準備をします。着替えますよ。着替えが完了しました。この格好でバリスイングします。どうしてこんなにスカート丈長いのか、後でよくわかります。バリスイングとは自然の中に設置された巨大なブランコのこと。ここは一番最初にできたバリスイングで、抜群のロケーションが特徴です。ロープでしっかり固定してバリスイング、初体験です。日本語で説明してくれるので安心です。そしてスカートが風になびいてますよね。これぞインスタ映え。大自然の中で映える色がおすすめです。撮影用に好きな方を向いて座ることができます。楽しかった。なんかこう視界全部が本当に自然ばっかりですし、またなんか非日常の空間というか、なんだろう、絵本の世界というか映画の世界の中にいるみたい。さらにここで一番大きなブランコへ向かいます。大自然の中に私の悲鳴がこだましました。さて、他にも鳥になった気分が味わえるインスタ映えスポットがありました。私のようにドレスをここでレンタルする人もいれば、自前の衣装でバッチリ決める人もいましたよ。このふわっとなる衣装がいいんですよ。これはぜひ皆さんに体験していただきたいです。フリードリンク、フリーフードです。さて、締めくくりはお買い物。さて、ここで問題です。インドネシアで買い物をするとき、やるべきことがあります。インドネシアでは当たり前ですが、何でしょうか？何だと思いますか？さあ、正解は値段交渉を値切るです。値切る文化があるということなので、
頑張って握ります。では35万ルピア、およそ3500円の可愛いバッグですが、値切り初心者私オンダが交渉するといくらになったでしょうか。正解は20万ルピア。ちなみに値切った商品はもちろん買うのがルールです。買い物も楽しんで最高の旅でした。